ボルゾイはロシア原産の非常に大型のサイトハウンド。以前はロシアウルフハウンドと呼ばれていたが、1936年にボルゾイに改名された。ボルゾイとはロシア語で俊敏を意味する。その名の通り走るのが大変速く、走行速度は時速50キロメートルである。狼狩りの猟犬としてロシア帝国の貴族に飼われていた。そのため、 ロシア革命後に貴族の象徴として民衆に多数の個体が虐殺された。しかし革命前に海外の王皇貴族に認定されたボルゾイをブリーディングし再び純血種として復活した。1992年にアメリカのマジェンカケンネルから純白のベルサリウスが来日し日本のボルゾイファンを増やすきっかけになったと言われる。 JKC の2010年の登録頭数は460頭で全犬種中33位に位置する。日本ではマジェンカのラインを受け継ぐベルサリウスケンネルのボルゾイが有名である。この犬種は本来優れた視覚で獲物を捕らえて追いかけるという量に使われるが、それには主人から遠く離れて犬自身の判断で行動する必要がある。 そのため人間の指示を仰ぎそれを忠実に守るというよりは、むしろ自分の判断で行動する傾向があり、それゆえに、しつけの入りにくい犬、頭の悪い犬種という誤解を受けることがある。人間に対しては非常に従順で繊細ないのである。また、貴族的で優雅な外見からは想像できないような、ひょうきんな面も持ち合わせている。 サイトハウンドの仲間の中では最も人懐っこい剣士とも言われる。日常では物静かで、ゆったりとしていて、吠えることもほとんどない。例えば、ラブラドールレトリーバーのような、暑さとは対局をなし、疲れて帰宅した人に静かに寄り添い、穏やかに癒すようなところがある。それが、動く物体をひとたび四角で捉えると、実に運動性に富んだ、滑らかな走力を発揮し追跡する。 対照的な性と同の二つの性質がこの犬種の魅力であると言われる。身体的な面では、大型犬に見られる股関節形成不全などの遺伝疾患は見られず、おおむね丈夫で飼いやすい犬と言われるが、他の大型犬種と同様に、疑念点には注意を要する。また麻酔には、比較的弱く、体重だけ考慮して、投与量を決めることは危険な場合がある。 ありがとうございます。